日本中が春爛漫のある日、ずっと出かけてないねっていう話になって、東京のここは私のパートナーのピー君のお家なんですが、ずっと出かけてないね、旅行もしてないねという話になって、刺繍をしながらどっか行こうかという感じで、あ、これはデンマークのニューハウンのデンマーク刺繍のフレメの刺繍ですけども、ニューハウンといえばデンマークの観光名所として有名ですが、この写真実は12年前です。この頃トロールビーズの仕事が始まって、私はパートナーのピー君と出張でこのデンマークの世界会議などに出かけておりました。懐かしい写真ですが、こんな頃から比べたら今どこにも行っていません。そしてどっか行きたいねということで出かけることにしました。アウトドアコーディネーターの岩間くんがなんと自転車を出してくれるというので、れいちゃんも一緒に自転車の旅を、プチ旅行をすることにしました。でもこれに4台積めるんですね。そうです、タイヤさえ外しちゃえば、タイヤ外せば。岩間くんというお名前なので、岩だからガンちゃん、みんなからガンちゃんと呼ばれています。ガンちゃんが生まれ故郷の桃の産地一宮を自転車で回るツアーをやってくれました。自転車のツアーは初めてなので、ちょっとドキドキしながら説明を聞いて、まずは駐車場を一周してみることにしました。実は自転車は電動なんです。電動アシスト付きなので、見事に簡単に山が登れるんです。まずは練習で行ってきます。ギアが何段階にもついていますので、一漕ぎするだけでぐんと進みます。本当に楽に坂を上がっちゃうんです。そして出発しましたら、いきなりこの桃畑にキジが出てきました。おー、キジが歩いてる。どこ行くの？沖縄にマングースがいるくらいのレベルじゃないですか。沖縄にマングースがいるぐらいキジがいるんです。この桃源郷に向かってなだらかな坂をぐんぐん上がっていきます。私とピー君が初めて顔を合わせたのは私が18歳の時でした。青山のダンキンドーナツでいらっしゃいませってアルバイトをしていた私をピー君が見たのが最初です。それから42年経っています。お互いにいろ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 ありましたけれども、今こうやって自転車に乗って楽しくできることはありがたいことだなと思っています。
少ないね。入れ方が惜しかったなみたいな。そうですね。バリスタ次第。もしかしたらだって味次第で全編カットかもしれないですよ。これは飲まない方が良かった。ですか、うん、よかった。今僕の一番内心ドキドキがちょっとだけ解放されました。え、美味しいですよ。美味しいです、うん、大人の旅行は神社仏閣を訪ねたりグルメ旅行でいろいろありますが、こんな風に季節のいい時に自転車で回るというのも電動アシスト付き自転車だとできると思います。運動負荷はウォーキングと同じくらいだそうです。この日15キロ走りましたけれども、ほとんど何ともなかったですよ。そして帰ってきて富士山の見える丘にお散歩に行きました。今、河口湖の湖畔にはこんな風に桜が咲いています。桜の季節がちょっと温暖化の影響でずれましたので、この辺りは桜と桃が一緒に見れるようになったんですね。もしも来年この時期に来ていただけることがあったら、ぜひガンちゃんに自転車旅行を頼んでみてください。ガンちゃんは普段トレイルアドベンチャー富士というフランス発祥のアウトドアの遊び方を教えてくれる、そういう自転車中心のところでお仕事しています。電動アシストの自転車でチャレンジしてみたい方はそちらのホームページに問い合わせてください。お泊まりはこの富士屋ホテルがおすすめですね。もちろん他のグランピングやキャンプ場もたくさんオープンしています。ぜひ来年はこの桜と桃の季節に